森鈴人氏は中華民国の軍人、北京政府直令派の軍人、後に南京国民政府に参加した。字は大鳥品。はじめは湖北新軍に加入する。後に日本への留学を許可され陸軍士官学校第4期を卒業した。帰国後は湖北省の新軍第8鎮で艦隊第2共闘領を歴任している。 侵害革命勃発後は革命派に加わり、湖北軍政府軍令部部長、北伐軍第一軍総司令官に任命された。1912年、湖北第四市市長、陸軍中将となった。翌年1月、観光鎮守士となる。1915年12月、遠征前の皇帝即位とともに、一党男に封じられた。1920年、 関喜陳述氏に任ぜられる。1926年2月、後配布により古希多少省庁に任命されかけたが、反対にあい、取り留めとなった。森鈴人氏は結局、留守軍司令に任ぜられた。後が出脚すると、森もげやし、天津に隠居している。1940年3月、森鈴人氏は、王朝明の南京国民政府に参加し、 河北政務委員会治安総書所長に任せられた。1943年3月1日、河北省庁を兼任する。11月、河北政務委員会の改祖に伴い、水税総書所長に移動している。1944年、河北政務委員会常務委員となった。1945年2月、河北省省長を、3月、水税総書所長をそれぞれ離任し、 下北政務委員会上務務員のみを務める日本敗北後、森鈴人氏は、小介席の国民政府に逮捕されたものの、まもなく釈放されている。しかし、中華人民共和国が成立した頃に、再び逮捕され、1951年8月に、北京市で処刑された。去年70、ありがとうございます。